行動内心がするついで相愛をごつごつ自使用ゆうま死曰く死料と死料で相曰く死料でいかん死料死曰く死料内心の能格のごとく難を称してごつ座を山岳すべしごつ座昇天すべしごつ座の仏道に伝われる三衆なりごつごつ地の修行一人にあらずといえども約三の道はそのいつなりいわゆる修行と不修行体なり修行の皮肉骨髄なるあり修行の皮肉骨髄なるありそうのいう不思量亭いかん思量誠に不思量亭たとえ古くともさらにこれいかん思量なりごつごつ地に思量なかないやごつごつ地の工場何によりてか通でざる千金の国あらずばごつごつ地を悶弱する力量あるべし思量あるべし大師曰く資料、いわゆる資料を使用すること、レールをなりといえども、資料亭を使用するには必ず資料を用いるなり、資料にたれあり、たれ、我を不認す、ごつごつきたと言われなりとも資料のみにあらず、ごつごつきを不当するなり、ごつごつきたとえごつごつきなりともごつごつきかでかごつごつきも資料せんしかあればすなわちすなわちごつごつきは資料にあらず豊漁にあらず御用にあらず絵料にあらざるなり学三格のごとく鍛錬することすでに高ぶり仏より利益へ三十六代なり、逆算より向上を尋ねるに三十六代に釈迦牟尼仏あり、格のごとく昇殿せる、すでに資料と不資料亭あり、しかあるに近年、愚かなる図算は、工夫座禅して、胸筋無事量なることを得ば、すなわちこれ両文字なり、その権下なお、頂上の学者に及ばず、人天上よりも別なり、いかでか各仏法の観と言わん、現在大宗国に陰謀の工夫に応し、祖道の公務、悲しむべし、また一類の観は、座禅弁道はこれ諸心万学の容器なり必ずしも仏祖の単理にあらず行もまた禅座もまた禅五目同情対安念なりただいまの工夫のみに関わることなかれ臨在の余裕と称する共柄多くこの権下なり法の商業伝われることおろそかなるによりて人物をするなり何かこれ初心いずれか初心にあらざる初心いずれのところにか置く知るべし学道の定まれる三級には座禅弁道するなりその防用の収支は他物を求めざる動物あり動物さらに他物にあらざるがゆえに公安現状なり神仏さらに他物にあらずなろう打破すれば他物さらに他物をさえず小刀陰謀の時千古万古共にもとより仏に入り間に入る力あり進歩逮捕久しく溝に満ち谷に満つる量あるなり今度はこの座禅心の巻を読むことにしたんですが、その当然ここにはね座禅の話が出てくる。
これはまあ皆さんの中にはね、私はね、足が痛くて断念はできませんと、あるいは断念する気はありませんという人もある。そうするとこの断念の話はまあ私に関係のない話ですかっていうか、そういう人もあるかと思うんですね。もちろんこの断念する人にとってこの巻は大切なのは当然だけれど、しかしまあ実際にね、断念する気のない人、あるいは断念することのできない人でもですね、この巻はやっぱりね、身を入れて読みたいところなんですね。というのはね、結局その座禅って何かっていうとね、座禅は自己の正体なり、その正法眼の随文記って結局自己の正体なんです。でところがね、今の時代ね、あんまり自己の正体を見失いすぎてるところね、全ての問題があると思うね。それでいや、これ面白いのがね、面白いって言っちゃ悪いけど、最近2、3日前に手紙に来てるんだもん。今私はもう中年、50何歳とか書いてる。しかしながら今職場でも問題を持ち、家庭でも問題を持ち、子どもの教育でも問題を持っていますが、ぜひ一遍をお尋ねしたいと言われて手紙して、そしたら今朝また同じような人が来られて、それでまあ今日は私はね、この総選挙の会の時はね、もう直前までギリギリこのテキスト読んで、それでねもう人さんとお目にかなわないことにしてから、まあ失礼しますが。それでまあこの会に来てくださいということで話したら帰っていただいたけど、この方もやっぱりもう50何歳って言われて、やっぱり今問題があるから今日突然にやってきましたっていう方ですね。同じような人が続くかのようだ。要するにね、これ今いろいろ問題がある。これは根本問題が何かっていうと、自己の正体を見失いすぎてる時代だから。それで例えばね、酒飲めば酒の世界が開かれる、それから座禅すれば座禅の世界が開かれる。ところが今の時代はね、何でもかんでも人間的思いで全てを片付けようとしている時代じゃないですか。要するに人間的思いっていうのは酒飲んでる時代だ。それで人間的思い以外に何か他にそのやり方があるのか、それさえも知らない時代だ。もう人間的思いだけで全て処理しようと思ってるのね。ところが今あれですね、我々が問題にしてるのはその人間的思いがね、さまざまに交錯し、そして葛藤し、そして衝突し、矛盾し、そして錯誤してっていう、そういうのが入れ混じってね、そして渦巻いてる時代だ。これをね、その人間的、そういう人間的頭の巻き起こした問題をね、また人間的頭でなんとか片付けようというんだ。ところがこいつは片付くはずはないんだ。人間的頭ので巻き起こした問題が、人間的頭で片付けようというのは、ちょうど血を持って血を洗うようなこと、血で血を洗うというけどね。それで結局考え抜いて何が何だかわけわかんない。下手な考え休むで、休むからね、ダメだ。
それはじっと休んでる方がいい。それでところが今螺旋というのはね、このそういう我々の人間的頭が引き起こした問題を、その人間的頭以上の座面からこう見渡すってことがね、そうすると何そのまんま片付いてるっていう道理が、沢木老師はね、その座面は見渡しの効くところに立って低いところで乱れぬ姿勢であるって言われたね。これはね、そのお経には高いところに立って低いところを見渡すという、あの見るっていう言葉がお経には出てくるけど、この沢木老師が見渡しの効くところに立ってっていうのは、私それが素晴らしいと思うんだ。見渡しの効くっていうところね。で、結局ね、座禅っていう仏さんの姿勢にね任せていくっていう、そうすると思いや片付かないところが実はそのまんま片付いてるっていうところがあるわけです。このこれもね、沢木老師があのあれしたけど、この仏様の姿勢っていうのは一体何かって、まあ、あのこれ私前と言うけれど、この仏っていうのはね、仏はこれ大人なりっていう、大人って大人だ、これが仏っていうことが出てきたら、あの我々日本人は仏っていう言葉にもう慣れすぎちゃってて、仏さん仏さんって言ってるけどね、仏っていうのは、ね、言葉が出てきたら大人ってあのあれ持ってこう呼び替えなきゃダメだ。そして仏さんの姿勢っていうことは大人の姿勢だ、本当の大人としての目ですね。これでまあ沢木老師が言われたね、この子供がワンワン泣いてるって、そうすると旦那旦那何も泣くことあらへん、何もあらへんがなってまあ関西弁で言うと旦那旦那っていう、旦那旦那っていうのは、大したことない大したことないっていう意味なのね。結局その我々子供はね、それこそもう大問題だと思って、その自分のちっちゃなね頭の思いでもって大変なことが起こったと思って大騒ぎしてる。ところが仏さんっていう大人の目から見ると、それこそ旦那旦那、それこそ子供っていうのはつまんないことが大ごとに思える。それに対して仏さんの目、本当の大人、大人の目として見たら何泣くことあらへんが。それで私が関西弁使うといつも気が落ちないけれど、でもその旦那旦那っていう言葉は面白いと思うね。で結局ね、今の時代はね、そういうその自己の正体としての座面、それから本当の大人としての大人としての座面、あるいはまあ私が言うけれど最も洗練された人生態度としての座面ですね。これみんな分かる、やってることがあんまり やぼったすぎるもんね。その何今町でもあれしてると、なんだこの、オートバイに乗ってる連中見ると吹き出すじゃないか、この真っ赤な、まあ、真っ青なようなこうして変なのをかぶ背負っちゃってオートバイに乗ってダーッと飛んで、あれがいい格好だと思うっていう、ね、これよっぽどやぼったい。それぐらいね、もうちょっと洗練されなくちゃ、これで、これもねやぼったいな、これもやぼったいなって、だんだん洗練ゆすり抜いてですね、一番その洗練された格好って言ったらね、これ座禅ですよ。
なぜっていうのは道楽の行き着くところで行き着いた姿なの。いや、あの酒飲んで、あそこあるいはなんていうんだ、あのこの頃やってるじゃない、こうマイク持って あの歌うたっていうのがね、なんていうんだ、あんなのが面白いんじゃないのことや思った。それであんなのはつまらないって分かってですね、それでそんな酒飲んで、万世振り上げ、張り上げるのもや思った。それから女のケツを追いかけ回すのもや思った。それでやっぱり釣りがいいっつって、これよっぽど、それはマージャンやなんかよりはその釣りの方がもうちょっと落ち着いてくる。ものが釣りもこれ魚ばっかりと相手にしてると、これもつまらないってね、分かってきたら、これ座禅一丁。座禅っていうのはね、ドラムの行き着くところに行き着いたしてる。それでもうその点ね、もうちょっと洗練されて垢抜けしてもらいました。それで本当に垢抜けしたところっていうと、これ座禅だ。つまりそれだけ人間が大人になった。それでそれが自己の正体と出会った時なの。それでところが今の時代で、そういうその生理的にはみんな一人前の大人になりながらね、考えることは何かっていうと、つまり我習我欲だけでのたうち回って、そして我習我欲が思ったようにいかないとぐずってる。これは承認ガキ、承認と子供だ、あんまり子供っぽすぎる。それから、ガキ、で承認ガキ、これつまり私がいつも言う疑似大人、その疑似大人がね、何もそのわからないくせに、ブスブス子供だけは産むんだからね、これが問題だ。それでその子供は産んでみても、親それ自身がまだ疑似大人であって、本当の大人にまで成長してないんだから、だからこれ育てられようがない。そしてその結局未熟児が未熟児を抱えてんだからね、それで子供、この子供をどうしましょうって、子供はそれこそなんだ、今自分いじめいじめって言うけど、いじめだけに変わらない、家庭内暴力から学校内暴力ね、それから性的問題、なんだかんだってやってきて今いじめになってところがまたいじめが一応収まるかと思うと、もっと悪いなんか発見する。それで子供はだからますます荒れ散んでいく。だいたい親の世代の生き方の歪みが子供に現れてるだけなの。それでその点ね、その我が子を育てるためにもね、次の世代を育てるためにもね、その本当に今の時代ね、自己の正体としての座禅、本当に大人になる座禅ですね、そういうのをね、本当に座禅をしなきゃなんないんだと思うんです。で、いや、座禅のできない人はせめて座禅の似姿である、お仏像ですね、お仏像を拝む。お仏像っていうのはご本尊だと思ってて大違いですよ。お仏像っていうのは我々のする座禅の似姿だ、模型だ。我々しょっちゅう座禅してられない、だからまあ座禅の格好をその仏像に刻んで、そしてそれを拝むってことによって、まあ座禅するわけだ。でね、その何よりもその今の時代、家庭内で
自己の正体としての種、それから、あれですね、本当の大人としての種、それを見失いすぎてるからいけない。それで少なくともかあのどこの家庭でもそのお仏壇一つぐらいはちゃんと備えて、そして拝むっていう雰囲気を作っておこう。その雰囲気があればこそ子供も初めて育っていくんです。これね、子供にね、まあ私今年の正月の年賀状にも書いたけれどね、子供ってやつはね、言葉で言って通用しない。言葉で言って理屈言って分かるなら子供じゃない。ところが子供は理屈は通らない。それから物をやったり金やったりして通るもんじゃない。いや子供だけじゃないね。このヒステリーの女もそうだ。ヒステリーを起こしてる最中に理屈言ってみたでしょう。だから物を買ってやら、いよいよつけやがるんだけど、それでそのヒステリーの女と子供はね、そういう物や言葉で言ってるすんもんじゃない。大切なのはその本当の大人、大人としてのお仏像を拝むっていうような宗教的雰囲気ですね。これが大切なの。ところがこの宗教っていうのも、その信仰宗教じゃダメだもん。本当に自己の正体としての宗教だなきゃならない。で、その点ね、その今の女性たちっていうのは目覚めた目覚めたって言うけど、どっちの方向へ何を目覚めたのか、それが大切だもん。それ見当外れのところを目覚めているんだから、それで変なことになってくのね。子供たちそのものはおかしくなる。その子供を育てるってことは次の世代を育てること、次の世代を育てるってことは一番我々の場合大切ですよ。というのはね、我々が今どんな仕事をしたって次の世代がダメなら、もう全てパーになるんだ。我々の今やってる仕事を本当に引き継いで、そして完成するっていうのは次の世代なんだからね。まあ、我々って言えばその仏道修行、仏道っていうことね、これ引き継ぎ、そしてまたそれをさらに発展させるのは弟子だ。だから私は一番何より弟子を大切にし、弟子が宝だと。でその点ね、金が一番大切って、一生懸命金貯めして、そして人財産作ったのはいいけれど、次のその子供が道楽息子なら、そんなのいっぺんにパーその大切なのは次の世代育てるけど、それで初めて我々のやった仕事も生きてるんだからね。それでその点、その今の日本人、日本のあれ社会見てると、これ次の世代一体どうなっていくのか、これまあ、とてもじゃないけれど次の世代は今のようじゃ望みは持てないね。それでその点、本当にその日本国民の皆さんに座禅をすることをお勧めしたいんだ。それと同時に、座禅できないっていう方は、本当に仏様を拝むっていうね、そういう雰囲気を本当に心を入れて拝むっていう、そういう拝み方をまず身につけてもらわなきゃダメだ。そういう本当の拝み方、座禅の仕方、それが、まあ、ここに書いてあるんだね。座禅というのはそういうもんだと。で、そういうね、自己の正体としての座禅、それから本当の大人としての座禅、それを仏祖少年の座禅って道元禅師が言われる。で、ところが、
がね、そういう仏祖正伝の座禅がね、座禅する人たちそのものからね、その見失われて、そして座禅というものがね、その悟りを開く、そして、個人的自分のね、技量、力量をつけるものだっていう、そういうふうに考えられてきてる。そして自分の個人的力量をつけて、そして、そうなってくると自分の話なんだからね。そうするとあいつの悟りと俺の悟りとどっちが偉いってすぐ今度競り合いの話になってくる。これじゃあもう今言う自己の正体としての座禅、大人、本当の大人としての座禅がもう見失われて間違って、そしてそのところが今座禅っていうとそういう個人的悟りを開いて、それから個人的技量、力量をつけるもの、こういうふうに考えている来る人たちがある。それで座禅が座禅ではなくなる。そして単なる子供がおもちゃ欲しがるように悟りを欲しがってさ、そして今度はさ悟り開いたって言って、それで人の悟りとね、そのおもちゃ比べするようなことな話になっちゃう。これじゃあ座禅が根本的に間違ってるっていうこと。それで結局ね、その座禅というのはね、そういう個人的な悟りを開いて、個人的な医療力量をつける話じゃないんですよ。本当のその仏法としての仏祖正伝としてのなるんですね。これは今言う自己の正体、それから本当の大人になる、で最も洗練された人生態度、要するにこれは誰でも彼でもそういう生きる姿勢だね。結局なるというのは生きる姿勢です。何をご本尊さんにするか、これは自己の正体をご本尊さんにし、そしてこの本当の自己の正体を働かす、こういうあれがその根本なんですね。それでところが今言うように個人的悟り、俺の凡夫が悟り開いたら悪魔になるんだ。それで凡夫がね、悟り開いて、俺悟り開いてるぞって言ってね、言うとこれはもう悪魔が力つけたよ、でそういうものは違うんだっていうこと、それのためにこの座禅心の巻が晴れてる。だからそういう点ね、この座禅心の巻に晴れてる根本はそういう自己の正体として、それから本当の大人としての座禅の話、それに間違ってるところを、そういう間違った病気ですね、座禅の病気、それを治すためにこの座禅心という座禅心の巻を変えて、この心というのはね、昔シナの昔にその石でもってね、針を作ってね、それでこう人間のその急所ですね、いわばツボだ、ツボにこう刺激して、そして病気を治した。それで今言う鍼灸の鍼だね。それでそれから転じて今その病を針で病を治すように人をその間違ったところは正すという意味で、それで心ですね。だから心源とか心足とか言うじゃない。で今
しかあるに近年愚かなるずさんが風座念して彫金無事領なることを得ば、すなわちこれ病音しないでもこの権限なお症状の学者に及ばず民前領よりも愚かなりとね、あれずなり。しかもまた一流の考え座禅弁道はこれ諸心万学の容器なり、必ずしも仏祖の安理であらず、両もまた禅、南もまた禅、五もと同情さえ安念なり、こういう考えがね、これは間違って、それでそのそういう禅病を治すためにこの座禅心を書かれた。これは大体万死禅師がね、そうもう万死禅師シナの昔の人ですが、その時代もあのそういう病気が流行り始めたから、それで座禅心を万死禅師が書いた。それに今度ワインにするように道元禅師がこの巻を書かれたわけです。でその後の方にね、いわゆる座禅心の心は大有厳然なりっていう言葉が出てくるけどね、結局この座禅心って何か、本当の自己の正体、そういう生命が本当に大有厳然するっていうことが座禅心。まあその話はその時に話する。で、まあ今度は本文に入って、約三行動大師、座するついで、そう。ありと、ごすごつち。何をか資料せんという、まあ、普通に言えば、何をか資料せんという。C は、この不資料亭を資料せよ。そう、いわく、不資料亭、いかんが資料せん。C は、不資料、まあ、そういう問答として読めるわけだ。しかしながら、道元禅師がここで言われるのはそういう問答の話じゃないね。で、いちいち資料国資料で資料でいかん資料資料っていうのをいちいちね、もう座禅そのものをズバッと言ってる話として書いた。まあそういうつもりで。ところでこの薬三禅師のこの話はね、道元禅師は俯瞰座禅儀にも、それから正法眼蔵座禅儀の巻にも、それからまたこの座禅心の巻にも、この道元禅師が座禅の話を述べられるときはいつでもこの輪を引かれている。それほどこの薬三禅師のこの輪は道元禅師の座禅の本足だ。で今は座禅の病気を治す話のね、前提として、まず座禅の本足を、本足としてこの薬三禅師の話を聞かれるわけですね。だからそういうつもりである。で、ごつごつち、資料十分、このごつごつち、このごつっていう字は、妙な字だけど、これ、辞書引いてみるとね、高くて平らかなっていう、あれはね、ついて、ハゲたる、もう、この、結局、あれなんじゃないですか、ゴツゴツっていう字、もうこういうような、もう、こういう市内にはこういう山あるじゃん。そしてね、ここのところにこう、木が、もう生えてるけど、上はハゲてる。でそういう上がはげてるっていうことはね、その風が吹いても動かないこの上の方にも木が生えてると風が吹くと、その少なくとも風が動くじゃない、木が動くじゃない、ところがそれ全然動かないっていうことは、それでからゴツゴツっていうのは不動の方動かない。で、ごつごつちっていうのはだから、座禅の姿です。で、このごつごつちの座禅っていうのもね、
資料庫、資料亭、あるいは資料亭、いかる資料、資料ってもの、いちいちね、この言葉はいちいちみんな座禅そのものを言ってるってこと。それで、結局、座禅っていうのはこういうものだよ。この資料庫、資料亭、あるいは資料亭、いかん資料、あるいは資料亭。座禅というものはそういうもんだっていうと同時に、まあ、同時にこのそういう座禅をしなきゃならないと思うね。ところがね、まあこう、資料庫、資料亭、資料亭、いかん資料、資料ってこう言ったってね、まあ初めて座禅しようかと思うしね、何もわからないから。それで私はあえてその座禅するための実際的な注釈としてこれ思い手放しというんだねその、これは注釈ですよ私の。で、大体ね思いっていうのをね、いわゆる資料ですね、資料っていうのは頭の中に手があるんだとこう考えて、それでその頭の中でそのなんか考えるってことはこう手で持って握っちゃうことね、そして考えを続けるってのはいよいよしっかり握っちゃう、それに対して頭手放しっていうのはこれ落っこちる、これが心神脱落だ。私がいつも言うから心神脱落ですからね。このでその要するに思いを追っていくっていうのはこれいよいよ使う。それに対して、だから座禅の格好をしながらね、一生懸命その考え事をしてるっていう人が時々いるもんね。これはもう座禅にならない。もう座禅って言うんじゃないもん。これは考え事をしてるっちゃうね。あの、天気預金をどういうふうに回したらもっと割のいいあれになるかって、そして一生懸命。考えてるっていう。座禅しながらそんなことをやってるなら足踏んでるだけ痛いだけ無駄だそうでない。座禅は考え事じゃないんだってことはこれはもうはっきりしてる。それじゃあっていうとそうするとね、座禅っていうのは無念無想になることですか、無心になることですかってね言うけれど、もう人間生きてる限りね無念無想ってことはない。どうせ頭働いてんだからね。そうするとこの、決してね座禅は無資料じゃないね。資料がなくなるんじゃない。資料であっても無資料じゃない。無念無想ってことはない。その点そうではなくて座禅の姿勢はね本来重い手放しの姿勢だ、ね。座禅っていうのを足血管膝組みながらでも考えようと思っていればこれはどこまででも考えられますよ。だけれどねその足を組んでるっていう時にの本来のそのまんまであったらその頭の思いが手放しにされる姿勢だ。この沢広氏も言われてたけどこう組んでるっていうねこの足のこの痛さ当たるところね、あそこがツボなんだねきっと。それで不思議なんだ。それでその座禅の姿勢に任せていると、それで足の姿勢を伸ばしてそしてピンとしてや壁に向かっているとそのまんまにすれば頭が手放しにされる。でその頭手放しの姿勢座禅に任せていく、これを資料庫資料亭というんですね。あるいはいかん資料、あるいは資料とも言う。というのはね思い手放しというとねその思いがね、まあ、昔からのあれじゃ超三千も八百っていう言葉があるね。
明日のうちに3000もお前がこうぐるぐるする、暮れに800ぐるぐるするっていうね、そういう長三郎を800、本当にこれ覚えちゃさ、ぐる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 してるもん。いわば覚えちゃさ、テレビ見てるのと同じだもんね。テレビいろいろこうやっ次から次へとやってみせるよ、それと同じだ。ところがその思いを手放しにしてると、それがただ映ってるだけだからね、浮かぶは浮かぶに任せる、消えるは消えるに任せる。こうするとだね、思いは結局その熟睡中の息みたいなもんだ。その俺つくと思うんだけど、我々全て手放しにしてぐっすり寝てる時でも、我々ちゃんと息して、一晩中息して、そしてお母さんになるとちゃんと目が覚めるっていうのは、私この頃不思議で不思議でかなわねえんだよね。しかしながら事実そう、それはね、生きてるっていう証拠なの。これみんなそういうね、頭手放しにして、全部手放しにしてぐっすり寝ていても、一晩中間違いなく息して、翌朝目が覚めるっていう、そこに働いている命をですね、これ拝まないわけにいかないよ。これ俺の力じゃないんだと、とにかく。それじゃあ誰かの力かって、そんな俺と他人と、俺と神様と、あるいは俺と仏さんとって分かれる以前の力と、全く俺神様って向こう側に持ってっちゃっちゃう、もう話違うんだ。本当それでその神様って言ったって他人じゃない、もう俺と神様と分かれる以前が、これが本当の神様の力だ。それで仏さんって言っても同じだ。だからね、ベンダーさんの門限にこう出て、書いてあるね、起こる諸念罪を変証してみれば何も鬼滅するものはない、これ資料がそのまま不資料だ。はい、要するに思いが起こってくるね、その際ですね、それをか、まあ、よく振り返ってみてみた。要するに例えば我々が息してるいるの、その際を振り返ってみるのと同じだ。そうしてみたらね、もう何もね、その決めするものはない、本当に天地いっぱいの生命が働いてるだけだ。それでその時は資料がそのまんま不資料で、つまりその時はね、お前資料が資料を形成しない、資料っていう形になるんだ。頭手放しだからね、ただ流れてる。資料が資料を形成しない、また不資料が不資料を形成しない。で、資料そのまんまが不資料体だ。それからまた不資料体のところに資料がただ鬼滅しているっていうことですね。これもまた増改さんの式っていうのにね、所詮今の座禅の姿が資料とも不資料とも言われるなり、この家に資料とや言うべき、不資料とや言うべき、ゆえにいかんの言葉あるなりと書いてある。いや、私がね、こんな、文言やね、式の言葉をわざわざここであげるのはね、私の思い手放しということがね、決して私の一人のオッケーじゃないということで言いたいためだよ。私はね、みんなが、私は、私、全く新しい言葉を使うから、勝手なことを言って思われて悔しいから、それで、そういう引用するわけだ。大切なのは、今の私の思い手放し。つまりね、座禅は思い手放しにして、それで、その座禅に任せていきゃいいんだ。それで、そういう座禅のいわば基準として、これ、
本当はだからただ座禅が座禅に任せてているんですよ。ボスだ、ただボスだすれに、ところがそのボス座のいわば基準としてね、その、資料を資料手、あるいは資料手いかん資料資料というね、そのいわば基準を挙げられてるわけだ。というのがね、私ねこの頃ね、あの折り紙でね駒を作ったんだ。あのいや私その、折り紙駒のねその、面白いところを見て何でこの工作言おうとは思わない。とても面白いんだ。あの折り紙で一枚の四角い紙でね折って駒を作って、そこにねあの町の軸とかあるいは用紙をねこう差し込んでね、そしてグッと回すんです。そうするとこいつがまたよく回る。あの今、その一番よく回るとか25秒だ。これ小山さんがよく言ったんですよ。あってちゃんと測ってくれたんだ、間違いない好記録。25秒ぐらいと思うけれどね、しかしこれがね、ちょっと回して、その、ちょっと進むように回ってるのを見てると、それこそね、気分がいいんだ。その、それで、コマのどこが気分がいいかっていうとね、その、不動の動ですね。これ、せーっと回れば回るほどね、動かない。まあ、じーっと、その、回ってながら、動かない。動かないのに回って、そして最後にねその少しゆすり始めたと思ったら語っていくって、そういう駒があのいい駒だ。その駒を作るならこういう駒は作らなくちゃなんないっていうんで、それでもってこれあの今5、60も私のところに駒作ったのが、それをついついと回してですね、そしてその間にもう一つ作ろうって言うんだから、これ気にがない。それで、いやこのコマはねとにかく面白いんだけど、みんな見たからどうだって言って見せんだけど誰も乗ってこない。その私一人が楽しむ、また一人楽しむっていうのはコマ。これはねこのコマっていうのはね、コマは本当は回し合い回るだけです。いや折り紙コマはね、あの普通の木のコマはまず軸をやって、それでその軸をパーッと回すところにチューッってね、それでこう形作って返すんだから、軸がまっすぐしてるわけだ大体ね。それに対してね折り紙コマは初めに紙でもってコマ作って後から軸を差し込むんですからね。だからこの軸をいかにまっすぐ立てるかと、ここが問題だと。それでところがもう偶然にねピタッとしたコマが一つできた。それでこのピタッとしたコマをねいかに作るかっていうんで、その方法を発見するために今あの夢中になっているところだけど、そのいいコマっていうのがの基準としては何か、不動の動だ。それと同じような、要するにこコマは回しゃい、回れん。だけれど、その座禅だってただ座れん。だけど、その座るその基準として、不思量亭の資料とね、資料の不思量亭、その資料って、それが基準だ。コマもそう。で結局大切なのはね、あのゴスダがゴスダになれんですよ。でただそのコマの回ってるところからこう抽象して不動だ不動だ不動だって言って、まあ言うのと同じように資料だ資料だって言ってるわけだ。しかし本当はその座禅は座禅になれん。大師の道格のごとくなるを称して、ゴスダを山岳すべし、ゴスダ昇殿すべし、
小津田の仏道に慕われる三重なり格のごとくなるを称してっていうのはね、如是を証拠としてっていうこと、つまり小津田如是、小津田如是を証拠として、そしてつまり実際に小津田することだけをしっかり拠り所として山岳し昇天し探求していかなくちゃならないと。その点は私はね、まあ、皆さん も当然そうなろうと思ってくださるけど、私は大体が 理屈っぽい男だ。で、何でも理屈で分かろうとする男だ。それだから、私、まあ、しかしながらね、私が初めて坊主になったとき、栃木県の大中寺で座禅始めた頃、その頃までにもう、随文記だけは一生懸命読んでたからね。これは随文記にね、銅を売ることは心を持って売るか身を持って売るか、その中に心を持って仏法を化行する間というか計らい考える間は万号千章上からず、これは道を仏道を売るっていうことね。これをね、心でもって考えて仏道はどういうもんかなって考えてる間は絶対にその仏道は得られないってことね。それでしかあれば心の念と知見を一向にして、しかんただすれば道は親しみうるない、しかあれば道を売ることはまさしく身をもって売るないっていう言葉が随文に出てくる。それをね、知って、座禅してる時に考えちゃいけないんだなっていうことだけはよく分かったわけね。分かって、もう坊主になった時からそれだけは知ってた。だから、ところが、世心にぶつけて世心しようっていう時になると、どうしても頭一生懸命、座禅とはどういうもんだろうって言って、ね、考え始める。それでね、私はいつでも接心の前の晩にね、その随文記のその文章だから書き抜いておいて、そして前の晩にいつもそれをよく読んで、座禅中考え事しちゃいけないんだなって自分に言い聞かせて、そして座禅に入ってたね。それでそれは大切なんだ。今私が座禅は頭手放しであるっていう言葉を使うけれど、頭手放しであるという言葉を考えたのは座禅中に考えたんじゃないですよ。いわゆる私がそういう座禅して、それから普段の生活と比べ合わせて、ああ座禅の時は頭手放しなんだな、普段の時は。それでそれが大切で、ごつごつちの資料を一人にあらずといえども、約三の道はそのいつなり、このごつごつちの資料、この一人にあらずといえどもってのは、いろいろな人の見解があるけれどってことね。しかし約三の道、そのいつなり、約三の道、これもお聞き書き書にはね、意に対したいつではなしって書いてあるね。これで、つまり他に対した一や、約三の一っていうのはね、つまり他との兼ね合いでない、自己切りの自己の一だ、自重三昧の一だ。いわゆる資料国、資料帝なり、資料の皮肉骨髄になるあり、不資料の皮肉骨髄になるあり。これね、資料国、不資料帝っていうのは、これをね、この不資料帝を資料せやって読むとね、そうすると、ともすると、この不資料帝っていう、なんか、もう原言微妙のね、神秘的な境界を考えることかな、こう思う人が出てくる。
それじゃないんだ。これは資料古不資料亭って読むべき。それはね、資料古っていうの古はね、ここの古だ。で、どれもこれもっていうね。資料する、資料のどれもこれも、みんなそのまんま不資料亭だっていう。つまり、今も言うように我々普段ね、頭に思い浮かんだ考えで、それにそのみんなその首を突っ込んじゃって考えられたことを追ってくるでしょ。考えられたことを追ってくからもうね、あれなんですね、生命の実物じゃなくから宙に浮いちゃうんだ。そうでない。そしてまあその考えられたことばっかり追ってって、それでみんな大騒ぎしてるんだけど、まあそうでない。ラゼンにおいて思いを手放しにして、起こるは起こるに任せ、消えるは消えるに任せ、その時そのさっきも言うようにそういう思いはね、そのぐっすり寝込んだ時の息と同じだもん。その我々の頭の中にぐっと浮かんでくる、あるいは消えていくっていう、そういうのあれは全てその熟睡中の息と同じで、それで全て不思議予定だ。でそのでね、ラベっていうのはね、思いは頭の分岐物ってよくわかる姿勢だ。みんなね、思いは頭の分岐物と思わないでさ、自分の頭に思い浮かんだことを大したもんだと思って、それで大騒ぎしてた。そうでない。自分の頭に浮かんだことは全て分岐物だ。それで分岐物は分岐物で決して悪いもんじゃない。手放しにして。それ分岐物、その、追いすぎるから、今度は分岐型になっちゃって。参加者みたいなもんだ。で、資料の皮肉骨髄なりある、その資料の皮肉骨髄なりある、このこれもね、千円さんのお聞き書き書にはね、資料の意識にあらざるを知るとき皮肉骨髄となるって書いてあるね。そのとき資料を去らず捨てず、骨髄の面目は資料なり。まあ、結局ね、何よりね、資料が決して意識じゃないんだってこと、知るってことだね。思いを続ければこそ意識だ。ところが思いを続けなければ、その呼吸や皮肉、骨髄と同じぐらいになっちゃう。結局ね。例えばね、その最近、まあ、若い男だったら、若い男でも女でも、若いのに限らないかもしれないけど、とにかく最近、その素晴らしい彼女に出会った、彼女こそ俺のその理想の恋人、まあ心の体のそれで彼女と結婚できりゃ、まあ一生の幸福、できなきゃもう死んだ方がマシって、そんなふうにね、思い詰めるやつがいるわけだね。ところがそういうことを考える以前にね、それは落としの影、あるいは陽気、温度の湿気の影っていうのを、そう考えるこれ全く、まあ、そういういろいろのそういう恋愛に限らないけどね、いろいろの問題が起こるのっていうのはね、3、4月頃が多いねこれやっぱり陽気の加減だなっていつも思う。いやだからそういう意味で私がいつも春になると忙しくなるそういう人がその相談に来るからで、ね、これも
それで春私の肌の調子が悪くなっちゃう温度と湿気の加減だわでね、つまりゴツナの面目としてはね、資料も心識を形成しない限りは単なる死に没する。それから不死料も、不死料といっても別に死んだようになってるわけじゃない。事実働いてんだから、命が通ってんだから、だからこれも皮肉骨髄だ。で、これもローランさんの内方には、死料と不死料と共にこれ我と何時と反転の皮肉骨髄なりと書いてあるけどね、結局皮肉骨髄というのはね、だるまさんがね、あの弟子たちに何時我が皮を得たり、何時我が肉を得たり、何時我が骨を得たり、何時我が髄を得たりというね、まあ弟子たちにそのあれしたという話があって、これつまり皮肉骨髄というのは今天地いっぱいの命だ。それで僧の言う不死料亭いかん死料、誠に不死料亭たとえ古くそもさらにこれいかん死料なり、ごつごつ地はごつごつ地に死料はなかなんや、ごつごつ地の工場何によってか通ぜざる、先進の部にあらずばごつごつ地を温着する力量あるべし。